最大の対抗勢力日教組。ゆとり教育を緩み教育、安倍総理が仕掛ける教育改革、真の狙いが分かった。日教組教育、驚きの実態と抱える苦悩。日教組勢力、参院選へ日教組徹底研究です。こんばんは、報道特集です。半年間にわたりました通常国会が、事実上閉幕しまして、永田町はすっかり選挙モードに入りました。報道特集では今日からシリーズで参議院選挙についてお伝えしたいと思うんですが、1回目の今日は安倍内閣が推し進めます教育改革です。で、今でこそ、関心は年金問題の方に移ってしまった感がありますけれども、安倍さんが最初にこの国会が始まるときに語っていたのは教育再生国会にしたいということでした。安倍総理がそこまで教育改革にこだわる裏には何があるんでしょうか。そして最大の対抗勢力日教組は今どうなっているんでしょうか。2月10日大分県で日教組の全国強権集会が始まった。強権とは教育研究の略で、日教組が最も重視する活動の一つだ。全体集会の前、オープニングを飾ったのは合唱劇20代からの風。教え子を再び戦場に送るなという日教組のスローガン。その下で自由参加というが、地元別府小学校6年生の9割134人が合唱した。今度アメリカ軍が通るときは、もう絶対にな、家から女子供出したらいかんぞ。だけどな、劇は20代演習場の軍事演習への反対運動をモチーフにしている。ここはもう軍が正式に買い取った。アメリカ軍が家に入ってきたらどうしようと話しました。アメリカ軍は来ないでほしいです。帰れ帰れ。観客席の座りの全国からお集まりの皆さん、皆さんもこのスプレインコールを言ってこの舞台劇に参加しませんか。日米合同軍事演習反対。日米合同軍事演習反対。20代の呼びかけられた会場の教職員の反応は分かれた。大きな声でシュプレヒコールをする人、黙ったままの人、政治的メッセージを前に態度は二分した。日教組組合員の政治スタンスは人によりかなり違う。これが組織運営を難しくさせている。我が国の教育現場の後輩の勉強が外国の教育集団日教組であります。日教組の強権集会が開かれた間、会場となった大分別府の町は異様な雰囲気に包まれた。右翼団体がおよそ100台の街宣車を繰り出し押し寄せたのだ。1300人体制で警備に当たった機動隊がバリケードを築く中、メイン会場から700メートル離れた場所では抗議文を手渡ししようとする右翼団体がバリケード突破を試み小競り合いとなった。日教組の関係者は右翼の抗議行動に、あちらにとっても年一回の大事な行事ですからと苦笑した。安倍式教育改革に断固反対する戦いを提案していこうではありませんか。一方、会場の前には過激派角丸派が陣取り、組合員に教頭を呼びかけた。
ASO は正式名称日本教職員組合、組合員数29万6000人、教育界へ強い影響力を持つと言われている。来賓として連合会長や民主党議員が駆けつけたことからも明らかだが、日教組は連合加盟の民主党支持勢力だ。つまり内閣を目玉とする教育再生会議で論議は、学校現場の実態を直視することに思いつき行き当たりばったりで、安倍教育改革に対抗する最大勢力であることを意味する。特に日教組のこの強権活動は世界に類を見ない、誇れるものなんだと。組合費を使っての教育研究、幹部は開かれた強権を PR、 世界化平和など26のテーマごとに行われる分科会の研究成果を広く知ってほしいと話す。だが実際は右翼対策のため、会場はまるで事件現場のようにシートに覆われ、許可なき者の立ち入りを禁ずと張り紙されている。組合員が移動するバスのプレートには日教組の文字はなく、それぞれ偽名のツアーが記されていた。なんでうちの国は教員が集まって研究会するのの場所を秘密にしなければならない国なのかっていうのは腹が立つ。開かれた教研とは程遠い現実に出席者からも不満が漏れた。では日教組の目指す教育とは何なのか。平和と人権ということになると思いますね。教え子を再び戦場に送らないというスローガンはどんなことがあっても捨てませんし、日教組が重視する教育の大きな2つの柱は人権教育と平和教育だ。教研修会の人権教育分科会、冒頭来賓として招かれた朝鮮学校の組合代表と部落解放同盟の代表が挨拶した。私たちはいわゆる美しい国によって国家的にいじめられています。今の流れは非常に厳しい。そういう意味では部落解放同盟の私たちも皆さん方と連携をしながらしっかりですね取り組みを強めていかなければならないかなと。諸村丸、我が命に取り組んで、朝鮮語のセリフが入った演劇の授業を通しての人権教育、部落差別や障害者差別などさまざまな人権問題をどう克服するのか、実際に行われた授業の報告が続く。だが安倍総理が人権問題として最重要視する拉致問題を次第に据えたリポートはなかった。確かに横田さん一家の苦しみというのも考えなければいけませんけども、だからといって分かってるはずの助けられる命を助けないで平然としている日本の世論というのはやっぱり朝鮮半島の人を差別してないかと。差別や反戦平和は様々な分科会で議論される。社会科教育の分科会ではこんなリポートが発表された。靖国神社に参拝することっていうのは戦争責任を曖昧にしていることに他ならないと思います。徳島の教諭が取り組んだのは、中学生に小泉前総理の靖国参拝を考えさせる授業だ。この小学校の写真を見ておかしいな、何か変だと思うところを見つけてみましょう。戦前の小学校の写真から始まる8ページの教材は手製、空欄に子どもたちが答えを書き込む形式だ。靖国の歴史、いわゆる永久戦犯の合祀、さらには小泉参拝に対するさまざまな意見などが記されている。当時官房長官だった安倍総理の名前が間違っているのはご愛嬌だ。
憲法でこう政教分離が規定されているにもかかわらずそれを強行することに対しては反対、強く反対しますし許されないことだと思っています。教材には教員の意見は書かれていないが、最後は小泉総理と軍服姿の東条英機元総理の写真を並べ、あなたの意見をまとめてみましょうと締められている。この発表に共同研究者と呼ばれる指導役の大学の教員がこうアドバイスした。靖国神社はまさに戦後のために戦争で締める装置ですよね。だからね、戦争に若者たちを掘り立てていく装置としての機能、それを今も持ち続けているんだと、そしてそれを強化しようとしている。こうした日教組を率いるトップは意外な人物だった。この番組はホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。組合員数30万の日教組、そのトップは森越康夫委員長だ。森越氏とは一体どんな人物なのか。森越氏は東北出身、団塊世代の60歳。軍国少年みたいな感じでね、そこら半端な右翼よりに軍国を置いてるんですよ。父親は二度戦地に赴いたという。その両親から画家は不安定だと反対され、妥協して中学の美術教師になった。水彩画はセミプロ級の腕前で3年に一度個展を開くという。俺は個展には出せない。やっぱり岩手で描くのと違いますね。岩手だとやっぱりその風土に対しての自分の思いみたいなのがあるもんだから、こう思いが絵に出てくるんですよ。ふっと出た時、その語り口からはかつての組合の当主といったイメージはうかがえない。デッサンしたみたいな感じなんですよ。森越氏は連合ナンバー2の会長代行、同郷の民主党小沢代表とは連合岩手会長時代からの付き合いだ。よくも勝手なこと言いますけども、もう少し日教組ちゃんとせとかって言われますし、こっちもなんかどこに柱がある民主党なのかみたいなことで、お互いにまあ言いたい放題言える関係ではありますね。1947年日教組は結成された。憲法施行の年だ。そして今年日教組は節目の60周年を迎えた。3月60年史発行に向け最後の編纂委員会が開かれた。会議は和やかな雰囲気で冗談も飛び出した。そのすぐに広告出す。果たして日教組60年の歩みとは何だったのか。結成以来日教組は日本の教育をより良くするためにさまざまなことをしてきています。しかしその60年の歴史は決して平坦ではありませんでした。日教組の60年は政府自民党との闘争に彩られている。60年の歴史をまとめたものの冊子ですかね。なかなか、立派なできたね。牧枝元文元委員長、長年職長委員長を務め数々の闘争を指揮したことからミスター日教組の異名を持つ。86歳の今も格爵として元気だ。日教組と